えなりかずきは日本の俳優、タレント、司会者。本名及び旧芸名はえなりかずみ。東京都世田谷区出身。えなりまさもとは弟。父は元ミュージシャンでジャズバンドのパーカッショニスト。3歳の頃に志村けんの大丈夫が似て子役としてデビューを果たす。幼少期より出演した渡る世間は鬼ばかりでの演技で。 橋田ファミリーの主要メンバーと認知され、ブレイク。東海大学付職防母子高等学校、通信制課程を卒業後、1年浪人し、成城大学文芸学部文化史学会進学。浪人時は、代々木ゼミナールに通い一般入試を受け合格。入学後はほぼ毎日通学し、最前列で講義を受ける。2008年3月、成城大学を卒業。当初は、 本名の江成和美名義で活動していたが誤読されることが多かったため、芸名をひらがなの江成和樹に改名した。2001年、つんくによるプロデュースでシングル、おいらに惚れちゃけがするぜ。で、歌手デビュー。同年の第52回 NHK 紅白歌合戦にも出場を果たした。2003年8月25日26日。 目覚ましテレビにて、カルベ新一の休暇期間中の代理キャスターとして出演。2005年4月から、サタデーイワイドソラナビの司会を務め、2007年4月から、ウフフノプの司会を務めた。毎週土曜日には、午前中に、大阪市内の同局本社スタジオで、ウフフノプへ出演してから、夕方に、名古屋の CBC 本社スタジオで、サタデーイワイドソラナビの生放送へ臨んでいた。 サタデー性ワイドソラナビは金曜午後の全国ネット番組エナリカズキ。ソラナビへのリニューアルを経て2010年9月まで通算で5年半にわたって放送された。2016年4月より NHK のこれなんで紹介においてメインキャラクターであるブルブルの声優を担当している。ありがとうございます。